ミシンが枯れるまであとわずか。そうなったらこの世界はもう迷っている時間はありません。タマキ。 信じる者のため、超支流、いざ参る。 何が起きたんだ。周宗殿見てくれ、妙な化け物が私たちを狙っている。 見たこともない、一体ここはどこだ。誰かいないか探すとしよう。 さすがは趙雲殿、相変わらず容赦ない戦いぶりだぜ。周宗殿こそ見事だ。あの関羽殿の従者としても活躍するだけある。ここに来たのは俺たちだけなのかい。今のところはそのようだな。劉備殿にご心配をかけぬうちに戻りたいが、俺も早く親分のところに帰りたいぜ。 Ooh.
少しは手応えがありそうだな。最強は俺だ。お前さんは呂布殿、もしかして俺たちをここへ連れてきたのは。俺を楽しませてみろ。なぜここに。上座の超死竜か。面白い。叩きのめしてよ。あの、少しいいかしら。責任は果たす。ああ、なんで化け物連れてるんだ。そいつらを操ってたのはお前ってわけか。待って、私は化け物の仲間じゃない。そう言って油断させるつもりだろう。その手には乗らないぜ。本当の姿か。だが信じるだけの材料もない。やるな、眩しいじゃねえか。おい、お願いします。一つも実らぬほどに荒れ果てておりました。歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったのです。しかし前の王が亡くなった時、なぜか泉と祠は急激に力を失いました。新たな王が大観の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのです。このままでは滅びを待つばかり。怯える私たちにお母様は古い言い伝えを教えてくださいました。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄を降り立た。英雄祠に己が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、
体感の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。私は泉に残された最後の力を使って、巫女であるお母様と共に皆様をこの世界にお招きしました。異界の皆様はこの世界に対して多大な影響力をお持ちです。どうかそのお力を祠と大地に分け与えてくださいませ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉も蘇るはず。それがお母様の見立てです。ずうずうしいお願いとは承知しております。ですが、どうか私と共にこの世界を救ってくださいませ。ふん、おい。申し訳ありません、玉木殿。まあ、はい。そう、そうね、そうです。ええ、あの、はい。いいえ。ああ。ええ。そうね。ほう。ありがたい。あの、お願いします。様のお役に立てるよう精一杯努めます。私の申し上げる通りに動いていただけますか。超主流いざ参る。Thank you.
様、次はこのようにお願いいたします。参りましょう。はい、付き合ってやる。私もいいかしら。俺もだぞ。よくやった。いい流れね。叩き潰せ。覚悟することもあなたならできる。見事にものね。いい流れね。これで終わりね。素晴らしいお手並みです。菅は英雄様です。では最後に私がお相手を務めましょう。お願いします。